杉森神社のお初期委員長。2019年9月8日撮影。杉森神社のお初期委員長は、福井県大井郡高浜町六祖寺谷にある国の天然記念物に指定されたお初期委員長である。国の天然記念物のお初期委員長の指定件数は、日本全国に7件あるが、そのうちの1件であり、杉森神社境内に生育する、メカブのお初期委員を2株が、 1935年8月27日に国の天然記念物に指定された杉森神社のおはつき伊長福井市杉森神社のおはつき伊長の位置、杉森神社のおはつき伊長2018年9月8日撮影杉森神社のおはつき伊長の,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 のある福井県大井郡高浜町は若狭湾に面した日本海沿いの福井県の生誕に位置する町で福井県のみならず 北陸地方最西端の自治体でもある。国の天然記念物に指定されたおはつき町の生育する杉森神社は、すぐ西に隣接する京都府舞鶴市との境界にある、青葉トンネルから、東へ数百メートルしか離れていない国道27号線沿いに、鎮座しており、福井県西端の自治体である高浜町の中でも、最生端付近に位置している。おはつき町は、 杉森神社の境内に二株あり、いずれも目株で国の天然記念物に指定されている。一株は社殿後方東側の山腹斜面にあり、樹高約32メートル、根元の周囲約3.5メートル、目通り間位、約2.9メートル。もう一株は社殿前方のすぐ西側にあり、樹高約32メートル、根元の周囲約3.4メートル、目通り間位、 約2.7メートルである。いずれも事例は不明であるが、高浜町教育委員会が設置した現地解説版によると、二つの株は、それぞれが受光約36メートルと約39メートルとあり、数値は資料によりにばらつきがある。お初期委長は、葉の縁や葉状などに銀眼が結実する委長の変種であるが、杉森神社のお初期委長の二株の場合、 おはつきになるのはいずれも全体の約3割ほどであり、残りの約7割は正常な銀杏をつける。ただし葉の上に結実する割合は一定しておらず、その年によって増減するという。また、おはつきになる葉の大きさは、よそのおはつき町の葉と比較すると強小である。AB 杉森神社のおはつき町文化庁、ウェブサイト、2019年10月8日閲覧。 ABC ホンダ P42ABC 福井県教育庁障害学習文化財課杉森神社福井県神社庁2019年10月8日閲覧 ABC 里見 p 4 7 7 p 4 7 9 a b 文化庁文化財保護部監修 P89 福井県歴史散歩編集委員会編 P286 A.B. 高浜町教育委員会現地解説版杉森神社のお洋月一町公益社団法人全国観光振興協会全国見るなび2019年10月8日閲覧ありがとうございます